西田ビジョン、今日は対談ではなくてですね、まさに西田ビジョン、私のビジョンをお話をします。それはですね、私がなぜ、公共事業を、重視しているかと、このお金を積極財政をしろと言ってるかということなんですけれども、それはですね、つまりはこの20年間の間ですね、公共事業費というのはもう徹底的に削減されてきたんですね。で、平成9年、この辺りがピークでした。この時はですね、10兆円近いこの公共事業費、当初予算からありました。それからプラスですね、補正予算で出したりして14、15兆円ぐらいついていた時もあるんですけども、まあ、平成9年を境にですね、あと当初予算どんどん下がってきています。で、今は6兆円レベルですね。で、そうなっていますから、現在、新規で建設国債は6兆円しか出していない。ところが、返しているのがですね、過去の建設国債を今、償還しているんですけれども、大体8兆円クラスなんですね。で、ここだけで、要するに財政、に対してですね、2兆円分お金をたくさん入れてるわけなんですよね、これ。で、そもそもですね、公共事業が減らされてきた原因というのはですね、財政再建と密接な関係がありまして、このもともとバブルが終わった後ですね、この経済が一挙にですね、しぼんでいきました。不良債権処理ということを、この民間企業優先していきましたから、お金を投資するんじゃなくて回収していく方が多かったわけですから、市場に出る、仕事の量大幅に減ります。ですから経済一挙に悪くなったんですね。で、悪くなった経済を支えるためには、公共事業などですね、政府の財政出動が必要だった。で、そこで先ほど言いましたように、平成9年ぐらいまではどんどんお金を出していたわけですよ。で、しかし出してもですね、それ以上にものすごく大きなお金がですね、不良債権になっていましたから、なかなかその効果が現れないと。で、現れないうちにですね、民間企業が本当にですね、不良債権処理のためにもう自分たちの会社を売ったりですね、従業員をクビにしたりしても、この身の丈に合った経営をしているのに、政府の方だけどんどんですね、この公共事業をやっていくのはどういうことだと。で、おかしいじゃないかという感情論が先に立ってしまったわけですね。で、その結果、じゃあもう公共事業もやめてしまえという話になる。で、公共事業をやめていってですね、そうすると税収もまたどんどん減ってくるわけなんですけれども、本来財政が悪くなっていたのは、もともと平成元年に消費税導入しましたけれども、消費税導入した理由というのは、将来、つまりこの今平成28年ですけれども、これぐらいの時になるとですね、ものすごく大きな社会保障料の給付が必要になると。それに対して、それに見合う分だけのですね、社会保険料を取ってないわけですね。今も6割は税金で、これ社会保障料手当をしているわけですよ。で、半分以上税金投入なんですが、税金というか予算投入してるんですけれども、それを税でできてないわけですね。で、そのことはもう30年前から分かっていたわけで、だからその社会保障の給付に充てるために消費税を入れたわけです。で、ところが 3% 入れたままですね、消費税が全くずっと上がってこなかった。それどころか 3% 消費税入れた結果ですね、法人税や、所得税のこの税率を下げてきましたから、いわゆる税収中立という形にしましたから、結局何が起こったかというと、将来のこの社会保障費の財源として税収を上げるためにこの消費税入れたのに、税収自体が増えてないわけですよ。つまり片っぽで減税しますからね。で、そうなってくると給付がどんどん増えて、その足らない分は赤字国債となってきている。財政再建しなければならない理由はまさにこの一点に絞られるわけですよ。根本的原因ここなんですね。じゃあ根本的答えは何かといえば、国民負担率を上げるしかないんですね。で、プラスその給付でもし無駄なものがあるとしたら、それは整理していく。この2つをやらなきゃなりませんけれども、今やろうとしているのはですね、そもそも税収を上げる話ですね、国民負担率を上げる話は一切この20年30年議論してませんよ。全くここが問題で、結果的にですね、まあこれ小泉さんの時とかがその典型ですけれども、増税だけ財政再建だなんてことがまかり通ってですね、どんどん予算カットしていったわけですよ。結果的にますます世の中デフレが進んでしまったと。そしてデフレが進んだから税収も落ち込んで、財政自体がもっと悪くなったと。その極めつけが民主党政権の時だったんですね。
で、さて、安倍政権になって、アベノミクスといってですね、この三本の矢を言い出しましたけれども、1本目が金融緩和、ね、次元を超えた金融緩和、2本目が財政出動、3番目が成長戦略ということだったんですけれども、そもそも、この財政出動、先ほどから言ってますように当然しなければならないんですけれども、やったのは最初の1年目の1回こっきりなんですよ。であとはこのいわゆるこの金融緩和で民間にお金をどんどん出せる仕組みをしていけば、お金がどんどん出ていくだろうと思ってやったんだけれども、結局これでお金は出ていません。銀行の預金残高が増えてこないんですね。でむしろ、このお金をどんどんジャブジャブ状態にしたということによってですね、円が円安になったと。円安になったおかげで輸出産業を中心にですね、税収が増えたり業績が良くなったりしたというのがですね、アベノミクスの成果になってるんですけども、実際のいわゆる実需の分はさして増えていないわけなんですね。ですから、金利もですね、ベタッと例に張り付いたまま、ですからまた金利も上がらなければ物価も上がらないと、ということでデフレから完全脱却がまだできない状態なんですね。さて、こういう状況があるならばですね、要するにあとしなきゃならないのは当然財政出動なんですよ。で今 0% 金利だったらですね、金利コストがかからないんですから、このどんどん積極的に建設国債を出して、そして、事業をやっていけばいいと。冒頭言いましたように8兆円返して2兆円しか新規国債出してないんですから、これはまさにですね、偏ってしまってるわけですよね。だからせめて2兆円分ぐらいはですね、当初予算で、この予算を、計上してですね、公共事業投資をやっていけばいい。で具体的にはその2兆円があればですね、新幹線、これも、いわゆる今1000億しか鉄道予算ついてません。そのうちの755億しか新幹線使ってないんですけれども、これを5000億にすればですね、一挙に新幹線は北陸新幹線だけじゃなくて他の、全ての基本計画をですね、整備計画に変えて20年ぐらいで全部できちゃいますよ。そして、あと2兆円分の5000億を新幹線使えば、あと1兆5000億はですね、メッシングリンク問題やですね、このインフラの、作り直しですね、インフラ更新など、この震災など災害に備えてやらなきゃならない、こういうものも長期的に全部できちゃうわけですね。でそれを、させるのがですね、させていけば当然のことながらこれは経済良くなります。でそこをですね、ぜひやっていかなきゃならないんですが、それと同時にですね、これは経済が良くなると何が起こるかというとですね、今、いわゆるこの再犯防止の法律が衆議院通って参議院に来てるんですが、今私法務委員会の筆頭理事をしてますので、なんとかこれを今国会延長もされましたので通したいと思ってますけれども、この再犯防止、今刑務所に入っておられる方のですよ、実に6割が再犯してる人なんですね。一遍入ってまた出て行ってまた入ってきたと、そういう人が6割なんですよ、刑務所にいる人の。でこれはとんでもない問題ですよね。でなんでそうなってるのかというと、結局は一度犯罪をしてしまうとですね、今度働こうと思ってもなかなか働き口がない。でそこで、またもう一度ですね、食っていけなきゃ仕方ないんで、まあ窃盗をしたりですね、それで捕まってしまうと。そして捕まるとまた刑務所の中に戻って、まあ、食べることはできるんですよね。しかし食べることができるというよりも、それなら生活保護になってもらった方がいいんですよ。でしかし生活保護というとですね、例えば首都圏で生活保護、これは住宅費も含めてですね、まあ、年間300万円を超える金額が必要だと言われています。これ結構大きな金額ですよね。自分のもらってる非正規の人だったら給料も多いじゃないかと言われるかもしれないけど、それぐらいのお金がかかるわけですね。そしてもっと言えば、刑務所に人一人入れておくとですよ、刑務所の予算を単純にこの刑務所の入っている方の人数で割っちゃうとですね、これもやっぱり350万ぐらいかかるんですね。で要するに生活保護にしても、その刑務所にしてもですよ、ものすごくそのお金が、税金が投入されているわけなんですね。しかしそのお金というのはほとんど意味のないというか、もう少し上手な使い手方があるだろうということなんですよ。でそこで私が申し上げているのが、例えば公共事業というのはですね、再犯防止するために仕事を与えましょうと。じゃあどの仕事がこのそういう方々、
一番、就職なさってるのかというと、圧倒的に土木建設事業なんですよ。これね、土建事業で、このそういう仕事があると、そういう仕事のところに疲れるわけですね。で、実は、先日ですね、京都で、先日というかちょっと前ですけども、京都でその再犯防止で、その受刑者出てこられた方々の、まあ、証拠親となってですね、世話をしている人の話を聞きました。そうすると、その人何やってるかというと、これはあれですよ、人を集めて、この土建業者に、派遣をしているわけなんですね。妊婦の派遣ですね。じゃあ何してるんですかというと、今ですと、福島に行って除染ですよという話ですよ。つまり公共事業費どんどん削られていってるけども、除染費用だけは結構あるわけですよね。だからその仕事に行く妊婦出しを受刑者の方々にさしていると、まあこういうことですよね。出てきた方々にね。で、これ考えてみるとですね、私は、まあ、除染自身がですね、もともと私は本来、民主党政権が20ミリシーベルトというのを1ミリシーベルトというのに変えてしまったためにですね、やらなきゃならなくなったほとんど意味のない事業だと思っています。国際基準で言えばですね、全く今、被災地はですね、原子力の放射能の災害は、ないわけなんですけれども、わざわざ帰れなくなってしてしまったと。そして返すためにはですね、延々とこの除染作業をしなきゃならない、まさに典型的な穴を掘って埋めるような事業ですよね。価値を生み出していないわけですよね。考え方のそもそもの基準を冷静に考えて元に戻せばですね、この除染そのものがいらなくなるんですよ。で、そういうことも含めて、ならですね、ならそれならですね、例えば今言ってるように2兆円をですね、公共事業枠を増やしてやっていけばですね、新幹線からミッシングリング、さまざまなインフラ更新など、それぞれの地域でたくさんの仕事が出てきます。当然そこで人手がいります。そうすると当然そういう刑務所から出てきた方々の手も借りなければできないわけなんですよ、ね、そうすると彼らに仕事が与えられていくと、刑務所に投入している予算がいらなくなる、生活保護のお金ももちろんいらなくなると、こういうことですから、これこそですね、社会全体にとってもプラスなんですよね。そしてそのことによって GDP 自身も伸びていきますしね、将来の先行き、それぞれの地域で希望が持てるようになるんですから、これほど素晴らしいことないわけですね。まさにこの20年間、必要な財政出動、特にインフラ整備などですね、本来財政再建とは全く無関係のインフラ整備でですね、怠ってきた結果ですね、この受刑者がどんどん増えてしまうということにもなっている、再犯者が増えてしまっているということにも私は関連があると思っています。と言いますのも、先ほど言いましたように、平成9年から、当初予算で公共事業費どんどん少なくなっていってますけれども、再犯者が、どんどん増えてきたのもですね、これは平成9年がちょうど境なんですね。比例しているわけなんですね。まさにそういうことも考えるとですね、このデフレ、公共事業をはじめですね、財政出動、必要な事業をしてこなかったということが、社会全体をまずしくしているということを表していると思います。まあ、そういうことをですね、止めるためにも、私は一番分かりやすい例え話として、新幹線などの公共事業をやっていくと、そしてそれをですね、長期的にやるためにもですね、当初予算で2兆円程度は最低限増やしていくと、それを10年以上やっていけばですね、間違いなくこの日本はもう一度活力を帯びるようになるということであります。今日の西田ビジョン、久々に私の、意見をまとめて言わせていただきました。ありがとうございました。